リンゴルフチャンネルの皆さん、こんにちは、ゆりんぼです。カメラマンの山ちゃんです。今回は茨城県の水戸ゴルフクラブまでやってきまして、毎週金土日にインスタグラムで活躍されているゴルフ女子の皆様にご出演いただいて、ラウンド中にちょっとゲームを用意してまして。え、ゲーム？リンゴルフミッションゲーム。はい、15マスクリアしていただきますと、ほー、アマゾン3000円券。はい、前までは20マスだったんですよ。はい、ちょっと達成しなくてですね。そうなんだ。ラッキーじゃん。じゃあ、はい、私スタートしたいと思います。はい、頑張ります。上がり3ホールで、もう上がり3ホールか。あとちょっとなんですが、質問募集もインスタのストーリーズでやってもらってるんで、途中でちょっと全然携帯見てなかった。そう、途中でやっていこうかなと思います。はい、314ヤードパー4です。左バンカーつながってるので右目狙いでいきます。ブラインドですね。よいしょ。うん、狙い通りではないでしょうか。あの先下ってくれてるといいですね。うん、よかった。113、あれだって100だよね。あ、132だ。一瞬嘘つかれた、こいつに。私の味方か。失礼しました。左足下がり、つま先上がり。あー、見つけた。まあ、はあ、しょうがないね。寄ったことに意味がありますね。はい、ここからチップイン、チップインも取れたらいいですけど。つま先上がりだ、あそこからだと。もう散々なんかニラのような芝を今年経験してきたから、これが優しく感じる。あ、うん、なるほどね。もっと長いやつね。うん、30ヤード。これも上りだから、しっかりめにショートしとく。面に左行った。うん、って感じ。でもなんかある程度のところにさ落ちたらさ、今日に限っては止まるからさ、うん、なんかそれはちょっと安心だよね。あ、ランが出ないから。そう、今日に限ってはね、か確かに止まりやすいからなんかピトって。そうですね、普段だったらもっとラン出ますよね、うん、なんか不思議な感覚です。でもそれは今日が当たり前だから、ちゃんと切り替えて。うん、重いですよ。そうね、重いですよ。持ってる以上にちゃんと。うん、しっかり。お、惜しい。OK です。こんだけ打って、でもこれぐらいがいいんだね。うん、でもね、今しっかり打ったと思ったもん。ね、いくつですか今。いくつですか。ボギーです。ちょ、セリフパクんないでもらって。逆だから。そうですよ、ちゃんと数えておきなさいって。ではちょっと楽しみにしてました、はい、質問募集の回答コーナーです。事前にストーリーで質問いただいておりました。はい、はい、おすすめのゴルフウェア教えてください。ゴルフウェア一番はウノピューが好きです。あ、ダブルイーグルも扱ってる。扱ってます。いいなと思うもの何でも扱ってるね。そうですね、うち系列がそのゴルフパートナーさんとかビクトリアゴルフさんと同じで、ダブルイーグルはあのラグジュアリーなセレクトショップになってるんですけど、うん、どうだろう、マーク&ロマとかも結構人気ですね。私も制服にしたりとか好きでするんですけど。2個ブランド言ってもらったんですけど、うん、何がいいとかちょっと言えたら。やっぱスペシャリストですからね。ウノピューはあの私基本的にシンプルなデザインが好きなんですけど、そのシンプルな中でその色の使い方とか、あとデザイン、なんかこう洗練されたデザイン
他にない、なんか妥協してないこの作り方がすごく好きで、私もいずれあのゴルフアパレル立ち上げようと思ってるんですけど、作ろうと思ってて、差し込んできた学校通ってるんですけど、そうすごくあのその参考にさせていただいてるブランドになるので好きです。マークアンドローもあの2タイプ あるので、まあ、シンプルな方と、あとカラーとかデザイン結構使ったタイプ。あ、ラインナップ2つ出してるんだ。そうですね、どっちも好きですね。やっぱロゴがかっこよくて好きなので、ね、インパクトあるじゃないですか、うん、そう、だから着てて、ね、気持ちが高まる、プレーも、ね、気持ちよくできるので、働いててもそれ着てるとなんか自信につながるじゃないですけど、やっぱウェアの効果って大きいなって思って、それがマクロナですつま先上がりだ。278ヤードパー4、ネギドックレッグですね。うん、ナイスショット。うん、うん、オッケーオッケー、しっかり高さを出て、よく打てました。ねえ、いいショット、頭残せました。おやっぱダウンブローさんは打ち込みやすい、もう入りやすいので、しっかり固定して上げられるように意識はしてます。さっきさ、ちょっとさ、なんかウェア作りたいみたいなこと言ってたじゃん。はい、もう動いてる。そうですね、もう動いてるんですけど、すごっ。ねえ、そのためにいろんな素材勉強したりとか、今準備期間です。まだリリースはもうちょっと先になるんですけれども。だからあれなのか、ダブルイーグルとかでも働いてる。そうですね、やっぱいろいろ勉強するみたいなのも変えて、セレクトショップなので、いろんなブランドのコンセプトとか背景とか、あとは素材のお勉強にもなるし、もしお客さんを通してその市場を知ることもできる。そうだよね、やっぱ何回もこう試着とか案内してあげると分かるもんね。そう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 、こういう方にはこういうサイズ感がいいとか素材がいいとかっていうと、やっぱ現場に出ないと分かんないので。確かに確かに。戻ります。ちょっと頑張って出してくださいよ。え、パー、ウェア、パー、あー、もうあれね、あのスコアのこと考えてるね。左足上がり、あ、振った。うん、オッケー、ポイントゲット。91ヤード、ウェッジで打ちます。ダブル、さっきダフったからちょっとボール右目で、どうでしょうか。うん、いいキック、ちょっと前に行ったキック。オッケー、オッケー、オッケー、もうオッケーオッケーとかじゃなくて乗ってたね。え、乗ってた乗ってた乗ってた。この寄せが15歩、結構でも切れそうだな。ここだ、しっかりね。はい、重いよでも最後ちょっと下ってないですか、ほんのちょっと。うん、まあでも気にせず、気にせずですね、ここの場合は。ちょっと特例レベル。もう、あー、でもブレーキかかる。すごいブレーキかかったね。なんかいる、そこに。すごいな、寄せさせてくれない。今結構挑戦したと思ったのに、うん、まだまだ甘い。もっともっと。うん、しっかり。うん、ああ、オッケーです。ロングパットきついですね。なんかずっと同じ光景な気がする。学習力能力ゼロです、私。意識してるの。この意識は意識じゃないということです。はいはい、はい、最新情報です。なんと質問がもう一個来て、すげえ笑ってます
これはあれですね。いい質問だと思うな、ある意味。そうですね。ちょっと教えて。質問ありますかに対して、ありません。ひどい。興味持ってくださいよ。なんでそんなストレートに言うの。それはあれですか、わかる人。わかる人。あネタで言ってるんだと思います。ネタで言ってる。面白がって。ということ、ポジティブに。面白いな。なんか自分には言えないこと言ってくれるから、うん、すごい面白いんだよね。そうか、質問したいと思わない。そう、そう、だってありませんとか自分僕からは言わないじゃん。質問でさ、そうだから面白い。確かに言えない。そう面白い。でも言えないですよね。そうそうそう。なんかもっと攻撃的なのは困っちゃうけど、あうん、そういうのはなんかさ、ご愛嬌でいいよ。ってことで。ストレートでよろしい。はい。305ヤード。カラーボールは使わなくていいのかな？でもこのボールを急に変えるって、いやもう取りに行った方がいいよ。ロストボールを発見しました。素晴らしい。本当にカラーボール使わない、うん、みかんボール使っていきます。ミッションにあるので。そうです、ボール変える、へえ、すごい違和感がある。ちょっと高いな。さあ最終ホール、うん、うん、オッケーオッケー、参った。いいよいいよ、おー、いい感じでこうちょっとこう左にこう戻ってきた。イエーイ、ドライバー今日いいですね。うん、よかったです。あの左のバンカー癖強いな。巻きたくない。7番アイアンでいきます。ちょっとつま先上がりか。あー、大丈夫なの？ちょっと噛んじゃった。あ、でもいいキック。とりあえず転がっていけ。おー、よし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 。球が低かったからランが出てくれました。これあれじゃないですか？パーオンじゃないですか？ですね。あ、だよね。クリアした。ミッション1個クリアです。イエーイ。まあ、ちょっと結果は終わってからにしよう。そうですね。見ないで。見ないで。うん、まあ、しっかり寄せると言っておりますが、はい、バーディーバーディーもいけますね。そう、重いよ重いよ。で下りです、今回初めてレベルで下り。下りでもあれじゃない、下りと思わないで普通に打てば。確かに確かに、ここの場合はね、うん、あんま切れなさそうな。普段オレンジボール見慣れないから、なんか自分のボールじゃないって錯覚しちゃう。よし、最後集中して。マジ？マーリーだ。本当に？イエーイ。うん、すごい。やった、パー取ってないのに今日。ありがとうございます。下りライン、よかった最後下りラインで。上りに苦しめられたもんね。なんかこれ加工したって思わないですか？なんで？何加工って？急に、テイク2実はやってるんじゃないかみたいな。急にバーディー取って、最後の最後、思わないか、うん、いやー、よかった、安心です。あのね、テイク2とかできないんだよね、通常プレイの中で撮影させてもらってて、うんうん、そうだからね、基本的にはテイク2なし、基本的にっていうか絶対なしで、うん、ありのまま、そう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 、やってるから、イケポチャしたらイケポチャのまま、そう、たまにちょっとあごめんと思いながらも、もうしょうがないっていう。後ろだっているもん今。はい、ということでゆりんぼちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後ナイスバーディーでした。自分でもびっくり。あのね、下りね、今までなかったから、それがうまく平坦だって思って打ったのが綺麗に入ってよかったです。ありがとうございます、はい、
みはるちゃんも喜んでると思います頑張りました、最後の最後で、うん、でもドライバー今日調子良かったですね、うん、スコアは44でした。はい、さすがです。良かったです。ポイントがこの一番下のやつですよね、うん、合計で68ポイント。はい、ってことで60ポイント以上はクリア？クリアです。はい、不満持ってるしイエーイ。はい、じゃあ何かちょっと買い物の時に足しにしてもらえればと思います。はい、考えておきます嬉しいですもん、はい、勝負に勝ったの。ありがとうございます。そうですね、ショットはそんな乱れてなかったかなって感じで良かったんですけど、やっぱあのグリーンが多分 2パット3パット結構したかなって、ね、思ってた以上に重かったので、ちょっとね、もうちょっと強めに打てるように。ショートは絶対入らないからね。なるほど。リンゴルフの YouTube に出てみてどうですか、そっちの方の感想は。もうまずお声掛けいただいた時点でもすごく嬉しくて、私もあのゴルフ始めた時、それこそあの心さんとかがその出演してた時に見ていたので、まさかそれに出れるなんて思ってなかったので嬉しいのと、まあこれ見ていただいてちょっとでもあの参考になれたら嬉しいなって思いますので、はい、ぜひご視聴ください。ありがとうございます。まあこんな感じで、まあ今回はあのゆりんぼちゃんのラウンド動画になりました、はい、今日ありがとうございました。ありがとうございます。また何かあの別の企画とかありましたら、はい、なんかぜひ出てもらえたら嬉しいです、はい、ぜひダブルイーグルジョイン赤坂のシミュレーションお越しください。お宣伝宣伝宣伝。まあでもどっちもね、ゴルファーだったらなんか行っても楽しめるかなって思うんで、そうですね、うん、ぜひぜひ機会がどっちも、はい、近い方は違う楽しさがあるので、来ないなんで、うんうん、はい、お願いしたいと思います、はい、そんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。